なんだよそれ。なんで適格者である僕が負けたりなんかするんだよ。なんでだよ。ずるいじゃないか。なんで壊れたはずの剣がお前のところにあるんだよ。見るな。そんな目で見るな。哀れみの目で僕を見るな。お前が悪いんだ。お前さえいなければ、お前さえ消え去ってしまえば。消えてなくなってしまえ。もう十分じゃないか、イスラ。姉さん、してきたことの是非はともかく、お前は全力で戦ってきたんだ。意地を張るのはもう終わりにしよう。お願いだから。隊長の気持ちを分かってやってくれ。お前を思う姉としての気持ちを。お前のほざく綺麗事で僕の譲れないものを勝手にねじ曲げるな。決着はまだついてなんかいない。お前を僕の前から消し去ってしまうまで僕は何度だって戦ってやる。剣の力がなくたってお前だけには絶対に負けられないんだ。チヤホヤされるんだよ。叶うはずなんかない無責任な理想ばかり口にしてるくせに。そのせいで周りに迷惑をかけても平気な顔して笑ってさ、気持ち悪いんだよ。お前を見てると僕はムカついてイライラするんだよ。お前らも変だよ。おかしいよ。なんでこんな奴を信用しちゃうんだよ。付き合うだけ損することぐらい分かっているはずなのに。ビビビビバカじゃない。人と人とのつながりなんて所詮は騙し合いと損得感情じゃないか。バカ正直に心を開けばそれを逆手に取られて痛い目を見て
嘲笑されるだけだろ。だったら得をする方法を取ろうとして何が悪いんだよ。ミスラ、真剣にはならず、遠くから物事を見つめて、自分に利益がなければ無関心を決め込む。そうすれば傷つくこともないし、他人にバカにもされない。それが一番利口な生き方じゃないか。それは違うわ。さっきから聞いてれば、へりくつばっかりベラ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 と並べ立てて、すねるのもいい加減になさいよね。確かにあなたの言うこともわからなくはないわよ。騙されて傷つくのは誰だって嫌だし、厄介事に巻き込まれるのだってごめんだわ。でもね、そういう経験を重ねていくから強い自分になることができるんじゃない。楽をして弱い自分のままでいるよりも、辛くても私は強い自分になりたいの。あなたの生き方にケチをつけるつもりはないわ。それは人それぞれの自由なんだから。その代わり、私の生き方にあなたがケチをつけることも絶対に許さない。ねえ、あなた本当は先生のことが羨ましいんでしょ。じゃなきゃここまでムキになって反発したりはしないわよ。ひがみ根性丸出しね。みっともない。わめき立てるより先に考えてみるべきことがあるっていい加減に気づきなさいよ。止まれ。わかったよ。どこまで行っても僕とお前たちは絶対分かり合うことなんてできないってね。近づくな。僕は負けないよ。負けるくらいだったらどんなことをしたって逃げてやる。逃げて逃げて力を取り戻したら、またお前たちを殺しに来てやるよ。何度でも何度でも僕を殺さない限りは永遠にね。どいてください。そんなバカな、召喚術の進化追いつかない。血圧、体温、ものすごい勢いで下降してます。このままでは確実に患者の生命活動は停止いたします。畜生、ストラもダメか。なんとかなんないのねえ。ニコニコさん。無駄だ、無駄だ。あ
あがいたところでそいつの命はもはや助かりはせんぞ。オルドレイク・セルボルト。こいつはてめえの仕業なのか。ああそうだ。ただしあくまで我はきっかけを与えたに過ぎぬ。きっかけって？低能なはぐれどもにも分かるように説明してやろう。その小僧はもともと偉大なる派閥の戦士によって呪いを受けていたのだ。ほう、知っておったか。ならば理解するのもたやすかろう。龍馬の呪いにかかった者はどうあがいても死ぬことはできない。小僧はまず我に忠誠を誓うことで龍馬を鎮めることができた。治療の女王の名を持つ我が妻セリーヌの治療に支えられてな。だが剣の力によって小僧は呪いを抑え込み、増長をした挙句に我らを裏切った。我は待っていた。思い上がった小僧めに相応の罰をくれてやる。その時貴様のおかげで今それが叶ったのだ。剣の力が失われた今、傷だらけの小僧の命は皮肉にも呪いによって保たれていた。それを解いてやればどうなると思うか。反動なのでしょう、今までの。どういうことだ。龍馬に蝕まれ続けたというイスラの体が人並みに丈夫であるわけがない。にもかかわらず彼は剣の力へと身を任せて休む間もなく肉体を酷使し続けてきた。剣がもたらす活力を失った今、彼の体はその反動で崩壊しようとしているのです。そして死ねない呪いが解かれたことでギリギリで保たれていた彼の命も失われていく。その通り、ご名答だ。改めて礼を言おうか。貴様がキルスレスを消してくれたおかげで裏切り者を制裁できたのだからな。お前ごときに僕の命好き勝手にされてたまるか。やめて。
誰かに力を恵んでもらわねば生きてはいけぬ分際で何をほざくか。貴様の生きられる場所など世界のどこにも存在せぬわ。完全なお前が振るう剣の力など身構える必要も価値もないわ。残念だったな。貸し与えてきた命、確かに返してもらったぞ。僕のいられる場所はこの世界にないよ。僕は生まれてきちゃいけない子、ない子だった。だったら僕だってこんな世界いらない。殺してやる。何もかも殺してやる。みんな。もうやめて。このままじゃ封印が、封印が。ぶち壊れるぞ。時がやってきた。忌まわしき封印は砕け散った。我を縛るものはもう存在しない。愛してやる。殺して壊して支配してやる。我が名はディエルゴ、ハイネルのディエルゴ。怒りと悲しみにたけりくるエルゴなり。亡者どもが
あちこちの地面から次から次へと溢れてきよるぞ。まるでサプレスの底に広がる悪魔たちの領域のようだ。島の石の復活に呼応しているんです。冗談もほどほどにしてもらわないと、私困るんだけど。キリがないよ。弾だってもう残ってないのに。弱気になってはいけません。このままじゃ再封印の儀式を行うこともできない。せめて亡霊たちの動きだけでも止めることができれば。小僧め、最後の最後まで我が計画を邪魔しよって、貴重な時を無駄にしてしまったわ。クリプスへと直に封印の魔力を叩き込んで黙らせようってのかよ。心得ました。